はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、キリンの一番搾り、夏冴えるホップです。これ生ビールですね。アルコール度数 5%。原材料が麦芽とホップ。苦しかった思い出を上書きして夏が、水平線を飛び越えてやってきた。明日を手づかみにしている人の屈託のない笑顔がまぶしい。限定醸造2017。まあ、夏限定の一番搾りってとこでしょうかね。これをですね、今日、先ほど買ってきました。こちら、エシャレットっていう、ね、なんかニンニクっぽいやつなんだけど、これね、これを買ってきたんで、これね、エシャレットっていう名前のやつなんだけど、これが、俺、実家に暮らしてた時に、よくね、うちが農家だったんで、これをね、よく食べてました。で、ググったところ、これ、エシャレットっていうやつを、食ってたんでわけじゃなくて、どうやら、エシャレットっていうやつとパクリ商品みたいなのがあって、もう一個エシャレットっていうやつじゃないのを俺は食ってたみたいです。まあいいや、乾杯。普通の一番搾りよりかちょっと酸味が強いな。まあ、食べます。味噌をつけて。おぉ！うん。ね。俺が実家で食ってたのは何かというと、エシャレットではなく、非常に形が似ているんですが、エシャレットではなく何だったっけ？何でしたっけ？これじゃないんだよ。うん、これね、どっちかっていうとらっきょうっぽいんだよな。味がな。らっきょうっぽいんだ。味が。で、俺が昔食ってたやつが、ものすごいネギ臭いんです。なんだっけ。エシャレットよりね、小ぶりで、すげえネギ臭いんだ。辛い。なんだっけ。伸びるかな？いや、伸びるじゃないんだよな。伸びるじゃなくって、いや、伸びるなのかな？ここが謎なんですよね。伸びるだったっけ？いや、伸びるじゃないんだよ。伸びるはね、これね、ニンニクっぽいですね。でかい。伸びるじゃなくて、あ、朝月ですね。朝月。俺がよく食ってるのは朝月ってやつですね。これよく細いんですよ。でですね。で、辛みが強い。うん。
朝月ですね。で、スーパーにはね、エシャロットは売ってたんですけど、朝月売ってないですね。朝月はネギとは違う独立した種類で辛みの強いのが特徴。本来は山菜で冬から早春にかけてが旬です。夏になると葉が枯れ、地下の球根だけの休眠状態になります。これ辛み強いんですよね。新潟、辛いは辛いんだけど、ネギほど辛くない。ネギって生で食うとすっげえ辛いじゃん。朝月とエシャロット。何が違うんだろうな。朝月とエシャロットって、何が違う？やっぱ違うんですね。朝月はネギ属の多年草で、ネギ品種の中でも最も葉が薄く細い。それに対してエシャロットは、ネギ属の多年草で、細長い流形をみじん切りにして西洋料理の香味料理として、香味野菜として用いられる。似た名前のエシャレットは軟白栽培された若摘みのらっきょうで、エシャロットとは別のものだよ。あ、これエシャレットなんだ。これエシャレットで、もう一つエシャロットっていうのがあって、それとは別です。これじゃないです。これ通りでなんからっきょうに味似てんなと思ったら、これエシャレットですね。エシャロットの方が、美味しいらしい。美味しいっていうか、酒には合う。臭い。これだって、これあれだよ。これらっきょうだよ、これ完全に。だって味らっきょうなんだもん。個人的に、エシャロットの方が多分美味しいと思う。朝月とね、エシャロットはね、どうやら味が似てるらしい。多分。辛みがあるのが特徴らしいですね。なるほどね。で、このエシャレット、今食ってるやつが、辛みがあんまりない。まあ、ただの、らっきょうということが分かりました。んで、また似たのが伸びるっていうのがあるらしいですね。形も非常によく似てる。この4種類があるんだよね。で、伸びるは、伸びるは辛いらしい。ということは、エシャレットが一番まずいですね。だってこれ、ただのこれ。らっきょうだね、これ。よう似てんだわ。で、どうやら、伸びるの方は普通にそこら辺に生えてるらしい。
味について詳しく載ってるサイトがあったんで、今読みますと。朝月は、葉を刻まずにそのまま食べるとスジスジしている。え？あ、スジがあるってことか。あまり美味しくない。嘘？一般的には刻んで赤味噌の汁なんかに入れる。で、伸びるが、葉を茹でて食べると甘くて柔らかくて美味しい。うろこ茎は生で、普通生で食べる。ピリッと辛い大人の味。居酒屋では結構高い。あ、食ったことないですね。葉と茎と両方食べられる偉いやつ。なるほどね。伸びるは、葉っぱも食べられるっていうことですね。伸びる食べてみたいんだけど。売ってへんからな。スーパーに普通に売ってへんからな。これ、らっきょうですね、これ。ちょっと辛いらっきょうですね。ほんのり辛いらっきょうですね、これ。酒にはあんま合わない、これ。うん。伸びる。というよりも、そもそも、エシャロットっていうやつは、違う、間違えた。あれ？もう何が何だか分かんなくなってきた。これがエシャレットだよね。レッドの方で、ね。これが今食ってるのがレッドの方なんですよ。うん。はい、ちょっと郵便局からの。あれでした。エシャロット。今食ってるのがエシャレットでしょ。ややこしいな、マジで。違う。わかった。ググったらわかった。どうやらエシャレットとエシャロットは変わらないらしい。というよりは、うん、そもそも、エシャロットという野菜があって、これは玉ねぎの仲間。で、フランス料理には欠かせない素材として、はぁ、あ、はぁはぁ、なってるらしいですね。全くの別物らしいです。どっちなんだよ。
で、このエシャレットは、らっきょうを土寄せし、軟白栽培して若いうちに収穫したものです。まあ、簡単に言うと、俺が今食ってるやつは、らっきょうを早摘みしたやつということでね。で、たまに、エシャレットが、エシャロットという商品名で店頭に並んでいる可能性があると。これ紛らわしいから、どっちも同じだと思ってしまっているということですかね。あ、辛い！何個も食ってきたら辛くなってきた。あー辛い、あー、うわー辛くなってきた、うわー、ということで、まあ一番絞りのちょっと酸味が強くなったバージョンかな、これはね。相変わらず一番絞りはコクがないですね。まあ、ちょっと甘みもあるか。で、香りも全然ないですね。ほとんどないでしょ。開花っていうと、まあ、まあ、ちょっとは美味しいんじゃない？でも、まあ、微妙ですね。微妙にしとこう。はい、2323です。ご視聴ありがとうございました。